はいどうもサックでーす。高橋でーす。今日はですね、まずは小さく始めてみる、変わらない日常から抜け出す01実践ガイドという本のご紹介をしたいと思います。はい、この本ですね、できて当たり前のことから動いてみようということで、こちらの本をご紹介したいと思います。この本どんな本かと言いますと、この本はやりたいことの最初の一歩を踏み出すための指南書になっております。皆さん、自分らしく何かを始めたい、そう思っていませんか？思ってますね。僕も思ってます。今は非常にいい時代ですよね。インターネットが普及して稼ごうと思えば何でも稼ぐことができますし、やろうと思えば大抵のことはできちゃうんですよね。またですね、 SNS を開けば自分のやりたいことで成功している人たちがいっぱいいるわけですよ。こんな現状を見て、自分もやりたいことをやりたいと、自分らしい何かを始めたいと、そう思ってる人がもうたくさんいると思うんですよね。まあそんなね、自分のやりたいことやずっと抱えてきた夢っていうのをそろそろ実現しませんかというふうに著者は言ってくるわけです。もし今何か始めたいっていうふうに考えているんだとしたら、それはですね、大切な人生の分岐点に立っているんだということを言うわけですよ。これまでと同じ日常を繰り返すか、はたまた現状を変える一歩を踏み出すか、その岐路に立ってるんだということを著者は言うわけです。まあおそらくですね、こんな動画をね、見てくださっている皆さんっていうのは現状を変えたいって思ってると思うんですよ。しかしですね、そう思いながらもなかなか行動できないっていう方も多いんじゃないのかなというふうに思うんですよね。 ですね。そんな皆さんに朗報です。実は自分で行動を起こすときに知っておくべきコツっていうのがあるんですよね。これを知っておくと行動するハードルがもうガクッと下がって、誰でもすぐに行動することができるようになるということをね、著者は言ってるわけなんですよ。そのコツこそが本書のタイトルにもある、まずは小さなことから始めてみるっていうことなんですよね。ではですね、一体このコツは具体的にどういったコツなのかと、この辺をね、今回はちょっと解説させていただこうかなと思っております。新たに何かを始める行動のコツっていうのを知って、自分らしい何かを始めたいっていう方はですね、ぜひ最後までご覧いただきたいなというふうに思います。はい、ということで内容入っていきましょう。お願いします。サックとカガシのおしゃべり本要約。じゃあまずですね、小さく始めるっていうのはどういうことかというところを解説したいと思います。何かを始めようと思った時、その夢の大きさになかなか一歩目が踏み出せないってことがあると思うんですよね。例えばカフェを営むっていう夢があったとして、はい、でもそのために何をやっていいかも分からず、その夢の大きさに圧倒されて、いやどうせ無理だしなとかなってしまう、今は無理だと、お金に余裕ができたら動いてみようとかね、今はまだ企画がまとまってない、まとめてから動こうとかね、そんな感じでいつ来るかわからないいつかを待ち続けてしまう、そんな状態あると思うんですよ。しかしですね、そんないつかっていうのはなんて来ないんですよね。お金も時間も余裕が出てくるなんてことはもうほとんどないんですよ。もうないよね。ないですね。もうほとんどっていうかもうないですね。そこでね、著者はこうアドバイスするわけです。まずは小さく始めてみませんかということを言うわけですね。やってしまえと、そういうことなんです。つまり叶えたい夢があるんだったら、その実現に向けてまずは小さなゴールを設定しようっていうことを著者は言うわけなんですよ。これを著者はゼロを1にする取り組みというふうに呼んでおります。著者も本を出すことがずっと夢で、その実現に向けてまず始めたのが企画書を1枚作るっていうことをね、始めようと決めたらしいんですよ。そして企画書を作るために取った小さな行動っていうのが、ノートを1冊買うこと、もうここまで分解していって行動していったということを言うんですよね。これが0を1にする取り組みなんですよ。もしかしたらこれを聞いて、え、そんなことって思うかもしれません。しかしですね、0を0のままにせず、0を1にすることがその後の結果を大きく変えてくるわけなんですよね。まあ、大切なのは思い立ったらその瞬間に小さな行動を作ることです。この小さな一歩が今後の全てを変えてくるわけなんですよ。へー。まあね、山を登るにしても誰でもいきなり山頂にはたどり着けませんよね。そうですね、はい、まずは足元の一歩目からなんですよ。それほどまでにこの小さな一歩っていうのは大事になってくるわけなんですね。そしてですね、この一歩目を出すときに意識してほしいことが一つあります。それができて当たり前のことから始めるっていうことなんですよね。時間もお金もかけず、ハードルを思いっきり下げて、できて当たり前のことをするんですよ。
ここのハードルが高いとなかなか始められないんですよね。なので思いっきりハードルを下げて、小さな行動を起こして、行動を起こしたっていう実績を作っちゃうわけなんですよ。このように小さな一歩を踏み出したら、もうこっからはこっちのもんです。もう0を1にしたら、1から2、2から3っていうのは0から1よりも簡単だということを言うんですよね。でこっからは2歩目3歩目って踏み出して、循環のサイクルっていうのを作っていけというふうに著者は言ってます。でこの2歩目以降のこの循環のサイクル、一体何ぞやっていうところなんですけども、それをちょっとここからね解説させていただきたいと思います。はい、じゃあ0から1を作り出しましたと。そしたら次に循環のサイクルを作ります。まあ、ここまで述べたように、まずは小さな行動を起こすことで1歩目を踏み出しました。そして行動の実績を作ったら、次に循環のサイクルに乗っていきます。この循環のサイクルに乗るっていうのは具体的にこういうことです。まずやりたいことが生まれますよね。でそれを小さく行動に移して実績作ります。すると経験や人脈が増えるわけですよ。で得られた経験とか人脈を生かして次のアイデアを考えます。それも無理のないやり方で形にして実績を作ります。するとさらに経験や人脈が増えてみたいな感じで、もうこの流れがどん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 大きくなっていくんですよね。これ例えばですね、この循環のサイクルに乗った成功事例が一つご紹介されてたんで、これちょっと紹介したいと思います。自らが発案した子育てメソッドを広めたかった A さんっていう方がいらっしゃったんですけど、 A さんが最初に取り組んだのは、ママたちのお茶会の中でそれとなく友人に話すこと。これが最初の一歩だったんですよ。そうすると友人からは、その子育てメソッドすごい参考になるってこう大絶賛だったんですよ。まずは友人に言ったわけなんですよね。でそっからですね、その友人の口コミによってお茶会で引っ張りだこになるんですよね。ちょっと私にもその話してよみたいな感じで、でお茶会の延長のような小さな育児サロンみたいなのを開催することになるんですよね。みんなの前で話してよみたいな感じになるんですよ。でその後もママさんたちの支持を集めて、その後に起業にまで至るわけですよ。で今では受講者5000名を超える超人気勉強会になってるわけなんですね。始まりはね、すごいこのお茶会でちょっと話したところから5000人の超勉強会。そうなんですよ。すごいな。どん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 実績作って、で人脈と経験を増やしていって、さらに大きい実績作ってみたいな感じで、もうその人脈と実績の台風そう台風ですね。台風生まれるみたいなもんですね。サイクルどころか、うん、そうなんですね。このように始まりは小さなことでもサイクルをぐるぐる回していけば、最終的には大きな成果になるわけなんですね。まあ、しかしですね、なかなかこの循環のサイクルに乗れないっていう方もいるんですね。そういう方がどこでつまずいてるかっていうと、実績を作るっていうことでつまずきやすいというふうに言います。なぜここでつまずくかっていうと、大きく形にしようとするからなんですよね。見栄を張っていきなり大きな成果を望んじゃうんですよ。結果難易度が高いことに挑むことになって、力不足で諦めざるを得ない状況になっちゃったりするんですよね。だからいきなり大きいところを目指そうとするなということを言うんですよ。なのでまずは小さな実績を作ることを意識して、小さなところからこうサイクルを回していくのが大切なんですよね。まあ、例えばですね、セミナーやイベントを始めたいんだったら、まずはこう身内だけでやってみるとかね、自分の考えを広めたいんだったら、まずは友人に伝えてみるとか、もうそっからのスタートなんですよ。いきなりセミナーとか開いたりしたら、わあやっぱ俺力不足だってなっちゃうんで、まあ、全然集まんない場合もあるしね。そうなんですよ。なんでまずは身内でやって、ちょっとずつ広げていこうって言うんですよね。このようにまずは考えてるんじゃなくて、やってみるっていう状態を作ろうと。ちっちゃくていいんで、本当にちっちゃくていいんで、やってみる状態を作って、そっから循環のサイクル乗せてどんどん大きくしていこうということをね、言うわけなんですね。考えてるだけではやっぱりダメなんですね。そうなんです。やってないとね、やりながら考えるから最強なの。それが最強ですね。行動しながら考えて、で失敗をもとにさらに行動してというところですよね。まあ、こうして循環のサイクルを作っていくと、どんどん大きな成果が作れますよということを言っております。はい、じゃあ最後にですね、やりたいことの見つけ方、こちらもねちょっとご紹介したいと思います。まあ、ここまでいかに小さな行動が大事かっていうのを解説してきたんですけど、まあ、これ聞いててね、まあ、皆さんの言いたいことは分かります。やりたいことが見つかりませんねんという人もいると思うんですよ。まあ、ここまでの話って、やりたいことがある人がどうやってその一歩目を踏み出すのかっていう話じゃないですか。でもそもそもやりたいことがない人はどうすればいいんですかっていう話じゃないですか。ということでここからはですね、どうやったらそのやりたいことっていうのが見つかるのかっていう大前提の話をしたいと思います。まあ、そのためにやりたいことを見つけるために、まずやるべきなのは触れる情報を変えてみることです。いつも同じ情報に触れて、いつもと同じ生活を繰り返している
そこから生み出されるものはおそらくいつもと同じものになっちゃいますよね。はい、なのでいつもとは違う発想を生み出したいんだったらいつもと違う情報に触れる必要があるんですよね。まあ、要はアウトプットを変えたいんだったらインプット変えよということを言ってるんですよ。まあ、例えばですね、新しい本を読んでみるとか、行ったことのない場所に行ってみるとか、普段あまり話さない人と話してみるとか、こういった新しい刺激を自分に入れると新しい気づきが生まれてアウトプットが変わるということを言うんですよね。ただですね、漫然と新しい情報に触れるだけではその効果はちょっと薄いということを言います。効果を最大にするにはインプットするときに自分がやりたいことは何だろうみたいな問いを抱きながらその情報に触れること、これが大事なんですよね。例えば自分が興味があるものを探しながら街を歩くとか、自分の力が何か役に立てないかなって考えながら人の話を聞いたりとか、そういった心持ちで情報に触れることでこう新しい気づきっていうのが生まれやすいんですよね。またですね、新しい気づきを得るためには新しい情報に触れるだけじゃなくて他の方法もいくつか紹介されてまして、それがですね、自分に問いを立てるって方法だったり、人の課題やニーズを聞くっていう方法、これでもね結構気づきがあるということを言うんですよね。この自分に問いを立てるっていうところはどういうことかと言いますと、この自分のやりたいことを見つけるときに、まあ、よくやるのが自分を見つめ直すっていうことを、まあ、よくやってみてくださいっていろんな本でも言われてますよね。自分は何ができるのかとか、得意なことは何かとか、これまで何をやってきたのかとか、何をしたら嬉しいのかみたいな、自分自身に問いを立てて自分を見つめ直すわけなんですよ。そうすることで、あ、自分はこういうことがやりたかったのかっていう気づきが生まれることがありますよと言うんで、まあ、こんな感じで自分に問いを立ててみても新しい気づきが生まれます。あとですね、人の課題やニーズを聞くっていうのも結構いいというふうに言われておりまして、これどういうことかっていうと、まあ、自分がねやりたいことを見つけるときに人の課題とかニーズを考えるのも大切だというふうに著者は言ってます。まあ、例えばですね、親しくしている60代女性の方が最近はお茶会ができないからオンラインお茶会をしたいけどやり方がわからないから有料でもいいので誰か教えてほしいと言ってたとするじゃないですか。で、自分は毎日のようにオンライン会議してるというような状況だったら、もうあなたのできることは見つかったも同然ですよ。そうですね。それを60代のマダムに教えてあげればいいわけですよ。このように自分ができること、やりたいことを見つけるときは自分を知るだけじゃなくて人の課題とかニーズに触れることで自分のどんな能力が役に立つのかっていうのが明確になったりするんですよね。なので自分だけじゃなくて他人にも関心を抱くことがやりたいことを見つけるいいヒントになったりするわけなんですよね。なんで、まあ、他の人のね課題とかニーズとか聞いてもいいんじゃないのかなというふうに著者は言ってます。間違いない、はい。まあ、こういったところに触れていくことで、まあ、自分のやりたいことっていうのが、まあ、見つかってきますよということを著者は言ってるんですね。で、やりたいことが見つかったら最初の冒頭に戻りますけど、小さく始めてみましょうと。で、小さく始めて循環のサイクルに乗せましょうということを言っております。だんだんそれが大きくなるってことですね。そういうことです。それが成果につながるんですよね。なんで皆さんもね、今やりたいことがあるでも始められてないっていう方はこういったところをちょっと意識していただけたらなと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。まあ、この本結構ね実践ガイドっていうだけあってかなり具体的にねやり方とか具体例とか書いてあったんで、まあ、気になる方はですね概要欄にリンク貼ってますんでぜひそちらを手に取って読んでみてください。はい、まだね、なんか気になることとかあったら、まあ、コメント欄にまた書き込みよろしくお願いします。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。